はい、皆さんこんにちは、吉田のりまさです。いつも YouTube、Facebook、メブロ、メルマガいろいろ見ていただいてありがとうございます。で、この動画はですね、予告した通りですね、このメールマガジンですね、をご覧になっている方のみ、見れると、そういうね、状態に、したいと思っております。はい。でですね、まあ、とにかくですね、まず、結局自分自身の吉田のりまさの価値を高める。これですね、ちょっと考えたんですけども、例えばですね、僕が今から、歯医者さんになろうとかね、思ったりしますね。そしたらですね、歯医者さんの技術を学んで、で、知識を学んで、で、なると。そうすると、歯が痛い人にとってはですね、価値ある人間になるわけですね。例えば、弁護士になるとかって言って、法律を勉強します。そしたら、まあ、法律面のことというかですね、何か、まあ、事件、事故などで巻き込まれて悩んでる方、そういう人にですね、手助けができるかもしれませんね。では、吉田のりまさん何ができるかって言ったときに、これちょっとですね、まだ、今後、方向性もね、変わっていく可能性もありますけど、大きくは変わらないと思うんですけれども、とりあえずですね、まず、そうですね、